こんばんは、平井宏明です。やっぱ押せない押せないじゃない、押せてない。この前言ったやつの続きね。あ、そうですよね。そう、平井宏明のワンナップゴルフ。ん？1から8の続きってこと？そう、1から8がちゃんとできてない。そう、で、その中でレッスンに来た時に足りてないことが多いっつったじゃん、うん、その一つも押しね。押せてない。押せてない。でも押せてないのはずっと言ってるから。でもね、押せてる人もいるんだよ。あ、いるの？いる。押せてない人の半数が怖くて押せてない。曲がるのが怖くて、うん、要はこうやって打っていったら曲がっちゃいそうとかで押せてない人がほとんどなの。あ、やっぱそうなんだ。押したら曲がるって思ってる人がほとんどなの、ね、うん、そう、押したら曲がる場合はスイングプレーンがぶっ壊れる可能性がある。例えばね、まっすぐからまっすぐに出して押したら、ドール君どこ行くと思う？まっすぐ。そうなんだよそうなんだよ。例えばね、インサイドアウトに押したらさ、うん、パキュン来るじゃない。そう、だから押せないじゃない、うん、押せないの、うん、そう、だから押せない。あ、そっかそっか。そう、でもみんなこっちから入れたがるよね。そうだね。そう、そう、押せないよね。だからずっと押さないでください。ああ、リュウちゃんに怒られるから押せるパスで振らなきゃいけないわけ。じゃあパス抜きにしよう、うん、押せる押せないの話にするよ、うん、押しが弱い、単純に。あ、そうなんだ。パス関係ないとしたって、うん、パス関係ないとしても、うん、とにかく押しが弱い。俺、押し感チェックっていうのレッスンやるんだけど、うん、あの札幌でもやって、うん、やったやった。で、大阪でもやったじゃない。やった。で、押し感チェックで、うん、もう押せてると思った人いないからそうみたいね。なんでかっていうと、まあ、ほぼ全力で振るのが1じゃない、うん、で、一生懸命押してるのが1でしょ、うん、で絶対1対1にしかなんない、うん、だからスイング中1対1にもなってないから。あ、限界が1対1なの、うんうんうん、両方本人がやってるから、うんうん、だから1対1じゃなきゃダメなの。だから押さなきゃいけないんだけど、1対 0.5 とかね、うんうんうん、それぐらい。だから0.5 しか押せてなかったら、それはこうってなるよね、はい、スピードが勝ったらこうなるんだから、うんうんうん、絶対向こう行くじゃない、うん、そう、だからしょうがない。押さなきゃいけない。遠側を返してあげなきゃいけない、こうやって、うん、それぐらい押さなきゃいけない。で、押すのはもう何やったっていい。お好きな、押せるんだったら何で押したっていい。全然押し方にこだわりはないから、インパクトでしっかり戻ってその後に押し切れば全然いい、うん、あれだよね、結構なスピードで振ってるから、うん、押しすぎて追い越すってことってなかなかないわけ。ない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 、ない。追い越せないでしょ、なかなか。そう、自分が加減して全力で押したらあるかもしれないけど、うん、自分がそのつもりがなかったらそれは追い越せない、うん、だからすっげえ押しても大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。頑張って1対1だから。そうなんだよ、追い越すことない。ただの追いかけっこだから。そうなんだよね、うん、全然それは。だから俺がさ、はい、食いしばってガッと押したって、うん、左にはいかない。あ、追いつかないんだ。そう、追いつけない絶対。だからもうやっとだよね、必死。それでやっとなんだ。それで差が開かないぐらいなんだ、うん、全力で振ってる平井と全力で押してる平井だ、うん、両方同じだから、うん、そっか、ね、そう、10対10なんだから。そうか、そう、縮まんないんだ、その差。縮まんない、縮まんない。追い越すなんて持ってのかなんだ。そう、ふざけて減速して、うん、ふざけて力んだら、まあ、可能性としてはが出てくる。そうそう。でもそれはミスショット出るって分かるから、もちろんやらないじゃない、うん、だから絶対追いつくことはない。むしろ追い越すなんてありえないぐらいの追い越せんだったらもっと早く振れんじゃんってなるんだ。そうしたら350いくから。そういうことか、ヘッドスピード上げられちゃうんだ、うん、そう、上げられる。ラッキーじゃん、うん、だから難しい。え、じゃあ皆さん怖がって押せてないって言ってるけど、押しても大丈夫だよってこと？大丈夫なんだ。俺本当に押しすぎて曲がるんだったらそんなレッスンしないから。あ、そっか、押しなさいって言わないか。言わない。引きなさいって言う。押してない人と出てんだから押すんだな結構やっぱり動画見てくれてる方が来て、ね、いや押してますよっていうのけど押せてない。押せてない、押せてない。みんな見てくるわけでしょ、うん、で、例えばじゃあ俺が押してますかってレッスン前に聞く、うん、そしたら頑張って押してますよって言うじゃない、うん、俺それシカトしてるから
だって押せてないに決まってんだから。あ、そうなの。あ、今ちょっとふざけて言ってるけど、うん、動画じゃ伝わらないと。そう、伝わらないから、期待を込めて俺が押してるって判断させてみなって思うから。あ、そう、そう、そんぐらい押してみてと思う。やりすぎですよって一回は言わして、レッスンやめる前にと思う。一回もない、今まで一回もないね。あるわけないでしょよ。あ、そう、みんなじゃあそれレッスン来たら押せるようになってるの。言った 2,3 球、うん、長くて 4,5 球は押せる、うん、4,5 球は押せる、うん、またそこから押せなくなる。6球、7球、8球ってなってくると、うん、だんだんアクセル落とすから。あ、そうなんだ、うん、なんでかっていうと、うん、例えば、うん、押してくださいって言うじゃん、うん、したら、うん、こうやって全力で押しました、うん、全力で押してナイスショット出たじゃない、うん、安堵するわけ。あ、したら、あ、まっすぐ行った、うん、これが今押し感8ぐらい、さっきのが10、うん、またまっすぐ行った、うん、今6ぐらい、こうなってくるんです。あ、安心しちゃってるの。なるほど、押し続けてないといい球が出続けない、うん、もちろんそれをなかなかキープできない。だから俺はドライバー1日400とか300とか打ったって、うん、ドライバーって10球とかなる。打てないんだ。打てないから。そんな何球も打ち放題でパコ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 、難しい。そんなの続かない。フィーリングが良かったら本当1、2球で終わりの時だって全然ある。あの、変わんないからね、ドライバーって。あ、そうなんだ。だって一番いいところで常に打てんだから、うん、バンカーとか打たないし、うんうん、絶対ティーアップで絶対平らなところで打つんだから、うん、変わんない、うん、重要じゃないからあんまり。だから押せてりゃいい球出る、うん、あ、そういうこと、うん、押せてりゃね、そんぐらい押せないんだ。そう、だからドライバーって、まあ、今ドライバーでやってるけど、うん、アイアンも一緒、あの、ちゃんと押せなかったら、うん、余計いい球出ない。だから地面からだから、あ、うん、ボールがちゃんと浮いていかない、押せなかったら、うんうん、アイアンも難しいんだけど、インパクトで押す度合いって、うん、だって全力で振ってんでしょ、全力で回転してんでしょ、うん、ってなってきたら全力で押さなかったら全部合わないじゃん。押すのだけ弱かったらどうなっちゃうか考えてみてくださいってこと。ああ、遅れるよね。遅れるよね。それだからどんどんスイングが緩んじゃうわけよ。だから飛ばないのよ、うん、でクラブを力めないじゃない。そうだね。そう、また繋がるんだな。そうだね、うん、そっちに繋がっちゃまずいんだけどね。繋がっちゃうんだよね。考えてることが大体わかるから。だからいい方につなげていけるように、うん、押したって曲がんないから、うん、体止まって押したら曲がるかもしれないし、うんうん、押したところでグリップをしてもダメだし、あ、押すのはヘッドねえ、それも間違えちゃうよね。そう、こうじゃない、こう。いや、でも押せって言われたらなんか力んで手動いちゃいそうな気がするよ。トール君、ちょっと今のいいあれなんだ、質問なんだけど、うん、押せって言われて、うん、俺が指でフェースを押さえるでしょ、うん、最初押せって言うと、うん、こうやって押すのみんな。あ、そうだ、俺がヘッドですよって言うと、うん、みんな、うん、あ、お手つきって分かるの。だからみんなこうなった。あ、レイトンなんだ。そう、分かってる。だからできんの、ちゃんと。やっぱ後ろからじゃないと押せないって分かんない。の、俺だって押し方なんて言ってないんだ。ヘッド押せって言っただけだ。何こうやって切り替えてんだから。なのにみんなハンドファーストだから。そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、引くじゃない。ね、本当だ。そう、俺は答え言ってない、答えを示してくれてるだけだから。みんな押そうとしたら自然とそうなんだ。そう、面白いでしょこれ、うん、じゃあそうじゃんってなるわけ ね。そうなのよ、そうなの。俺ずっとトール君と俺は昔から言うね、そう言ってたよね。じゃあそうじゃん、そうなんだ。
またつながるんだ。つながる。押してくださいよ、押してくださいよ、うん、押してます、それ手を押してください、ヘッド押してくださいよ、うん、怖って。みんなスイッチがうまいんだから。切り替えてんだから。分かってるってことだね。分かってる。体は、体は反応してる。そんなさ、力んでんだからさ、考えてる時間ないじゃない、すぐ切り替えたんだから。だから体は知ってんのよ。さ、俺に逆らっちゃったらやっぱうまくいかない。だって引いてんのに押せっつってんだから。そっか、引いてんのに押せ、押せない。こうやって押したらさ、余計こうなるじゃん。そうだね。そう、だからスライスが止まんない。だから押すなっていうことになっちゃってる。ああ、そういうことか。押さなきゃ。押さなきゃって、あ、じゃあこの結論は押すんだから、うん、まあ、もっと押してほしいんですけど、うん、後ろから押してねってことね。そう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 、押すんだからね。引くんじゃないんだからね。そう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 、ね、そうだよね。あららら、らこうしなきゃ押せないよね。そうやって打てってことだ。そう、これで押すんだって。ピューって。そうだね。そうだね。いや、それを直したら、うん、押す方いっぱいいるかもね。わかんないけど。今日の人、八千代から来られた人、うん、押せた。押せたし、もう右しか行かない。前回のレッスンはドスラ、右しか行かない。今日、右行かないから。今日2回目？今日2回目。やったネタ言った方がいいのかな、ちょっと言うかな。簡単だから言う。うん、90度で90度にしたわけ。前から言ってるやつだね。そうそう。ちょっとどの動画もいっぱいありすぎて分かんないけれど、ここをね、90度にして、うん、反対側も90度にした、うん、こういう状態、うん、でスイングしたの。そしたらさ、自然とさ、90度にこっち側したからさ、うん、お寿司立てるじゃん、うん、球つかまんないよね、左行くんだよね。で、超難しい、うん、もうやばいネタやってもらった、うん、ここでね、この向き感じてもらった、うん。グリップエンドをターゲット向かして、うん、でフェースを斜め45度に倒してくださいって本気で右側に行く。で、だいたい、まあ、珍しいんだけど、うん、自分の球で笑ってるの。いつもでしょ。そう。ドライバーが化けた。嘘、うん、ドライバーやばい、やばいんだ。ドライバー多分15球から20球ぐらい打って18球ぐらいのやつだよね、うん、やばいね、うん、しかも飛んでんだ。そう、うん、じゃああれじゃん、コースでは14回しか打たないんだから全部クリア。だからそれでスコア出ないのに気をつけてくださいって。それまた雪の話だから。そうそうそう、だからまあとりあえず第一条件クリアっていう感じ。今日もそれを詳しくまたやってもらって、うん、まあ、背屈もうまくできて、うん、ヘッドも出せるようになって、うん、だから押せるようになってきて、うん、だからそれをまあ3ヶ月とか半年とかやってください、うん、それぐらいのネタだから。押せれば背屈になるの、自動的に、まあ、なってくるね。あ、やっぱり、あ、そっか、右手でやってるか左手でやってるかの。そう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 、どっちみちこうだから。そうだよね。そう、右で押せなきゃ左手もそうなんない。そうそう、難しいからね、これね。だいたい左前腕が張ってくるのは小屈してるからね、こうやって。あ、こう背屈したら張ってこないから。だからその意識があるだけで相当変わりますね。押し方は、まあ、さっき言ったように、うん、その押すためだったらどんなやり方でもいいんだけど、うん、まあ、とにかくヘッドでこうやってこうやって押さなきゃダメ、うん、ボールをしっかり、それをね、ほんとスイング中に入れなきゃいけない。だからあのね、意外と飛ばない飛ばないって言ってる人ってブランコの漕ぐのを漕いでないのよ、うんうんうん、ここでさ、やっぱグワンって漕ぐじゃない、うん、それができてない、タイミングを入れてないんだよね、うん、タイミングを入れなきゃいけないから。だからそれがコックだったりする人もいるんだよね。今日の人はそうだった、はいはいはい、だからコックを入れてほどくのをタイミングにしてあげたらやっぱ飛ぶんだよね、うん、それをうまく使ってあげて、うん、またあのコックができる握り方、できない握り方もあるんだけど、まあ、それも動画でちょろっと他のなんかで やってんだけど、とにかくそのレッスンに来た時にはこううまくこうコックを入れたりとかタイミングをこう入れてもらって打って、まあ、いただくので、ね、まあ、それをうまく練習で掴んでもらえたらいいよね。ちょっと押すっていうことについて動画撮ってきましたけど、
まあ、押す度合いだったり押し方がやっぱりちょっと押せてないことがすごい多かったんで、まあ、ちょっと動画を撮っていきました。本当ヘッド単体で押すってことがすごい大事なんで、まあ、クラブの先端をまあちょっと動かしてあげる、こういう意識ですよね。こう手元側じゃなくて先をこう動かしてあげる意識をもっとちょっとスイングしてみてください。特に捕まらない人ですよね。開いて使ってもダメですよ、こうやってこうしなきゃダメなんで、はい、その意識で練習してみてください。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。